はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちら、幕張メッセに来てます。東京オートサロン2022ということでね、今日はね、ホンダブース早速見に来て、見たいと思います。いや、楽しみですね。おお、あったあったタイプ R、 やっぱラッピングしてるな。ちょっとね、結構報道陣の方がいっぱいねいらっしゃるんですけど、うおー、こんな感じかね。えちょっとぐるっと一周回ってみるか。これちょっとラッピング剥がしてほしいな。なるほどな。あ、リアかっこいいかもしれん。リア、皆さん見てください、これリアかっこいいかもしれんね。えこれはねえ、マフラーは3本なしで、いや、 やっぱね、リア今回かっこええな。ウィングがなんか独立式で、なんかね、前のシビックとちょっと違いますよね。8ゲートが、確かこれ鉄板じゃなくてね、樹脂だったと思います。なので軽量化されてるので、どうやってつけるのかなと思ってたんですけど、これほらリアハッチにそのままくっついてる感じですね。いや、もうちょっとズームレンズ持ってきたらよかったわ。なるほど。まあ、下の方はね、結構カーボンとかで黒くなるんじゃないかろうかという予想ですよね。はあ。で、タイヤはね、ミシュランも履いてますね。前はね、コンチネンタル履いてましたよね。それが、今回ミシュランになってます。いや、黒のホイールに赤のブレーキキャリパーがかっこいいですよね。いや、なかなかこれ以上近づけないっていうのがね、テンサーバリアがあるんですよ。なので近づけないなっていう感じで、いや、これよく見ると、この歴代のタイプ R のね、ほらシビックタイプ R 歴代のシルエットが印刷されてます。で、 R とね、これグレーですね、真っ黒じゃなくてグレーのプリントになってます。んー、ちょっとソリッドな感じで艶消しですが、いや、これ残念、中がね、中が見えないんですよね。ほら、中見えないわ、中見えないこれもう、あ、ちょっとどないかしら見えるんちゃうかなっていうね感じなんですけど、あ、見て見て、ここフェンダー、あそこになんか空気穴みたいなね、ありますよね。こういう風に見える、見えます、ほら、フロントのほら空気穴が、ほら、前はね、空気穴っていうんですかね、これあそこのこの辺に開いてましたね、ガバッとね。それが今回前の方にちょっとだけになってます。なので結構ね、おとなしいというか、前のモデルから比べるとちょっとだいぶね、おとなしいなという、エアインテークがだいぶね、小さいなという感じです。あんなんで入るんかな、入らないですね、あれ吐き出すぐらいかなっていう感じで。あ、これライト正面しっかり見ていこう。いやー、タイプ R のロゴと真ん中に多分あれ赤エンブレムねがつくと思います。まあ隠れてるけど、黒やったらびっくりやな。フロントの開口もだいぶ、思ってたよりおとなしいなっていう感じはします。ただね、これ映像じゃわからないと思うんですけど、実際はすごいね、ボリューム感がありますね。あのフェンダー、これほら、ミラーのフェンダーのあたり、あの辺がすごいね、結構盛り上がってるんですよね。いや、すごいよな。あ、これちょっとラッピング剥がしてくれへんかな、どないかして。下の方からローアングルでいきますね。皆さんどうでしょうか。これがシビックタイプ R です。ちょっとさらにぐるっと回ってみましょう。これね、ヘッドライトとかはそのままですよね。前と普通のシビックとなんか違うのかな、ヘッドライトね、フロントのマスクの塗装とかグリルは全然ね、おそらく違ってくると思います。あ、でもこのシルエットかっこええな。やっぱちょっとでかいよな。あの車幅がね、まだこれちょっと数字が発表されてないと思うんですけど、1890とか、ひょっとしたら1900とかめっちゃでかいよね。立体駐車場入らへんよな、これ。平駐車場借りなあかんな、買うとしたら。はい、皆さんこちらからなめした画像をどうぞ。シビックタイプ R プロトタイプでしたね。プロトタイプなんで、もうほぼほぼこのまま出るんじゃなかろうかと
いう感じですよね。 QR コード読んでみるか。シビックのホームページに行きました。いやしかしね、だいぶね A ピラーが立ってるせいか、やっぱフロントがね長く見えますよね。先代から比べるとだいぶね流線形というかね、まあ、これハッチバックなんですけどセダンに見えるような、まあスポーツカーという感じですよね。いや美しいラインの、いや本当これ想像してください皆さんね、これラッピングを撮った映像をちょっと想像してみてください。皆さんの想像力に任せます。あ、これよく見ると横になんかほら稲妻みたいなステッカーのデザインになってます。へえ、こんな感じなんやな。しかし中身ちょっと見てみたかった。はい、というわけでちょっとね情報があんまり出てないんで、シビックタイプ R プロトタイプということで、皆さんもしよろしければ私のチャンネル、登録してくださいね。そしてグッドボタンもよろしくお願いします。いやこれねちょっと本当にカモフラージュ撮ってほしかったなっていう感じはするんですけど、いやなかなかやっぱリアがかっこええわ。はい、というわけで、今日は、シビックタイプ R の、プロトタイプのご紹介でした。じゃあね、バイ。